Android の充電です。残念ながら短いんです。埼玉県の狭山市に来てます。ここはちょっと最近よく来るんですけど、今日は雨が降らなそうですね。埼玉県って言っても高速使うと、まあっという間に着いちゃいます。この先ね、狭山縦貫でしたっけ、橋を渡ります。その橋を渡るのに150円となります。昔懐かしい料金所、最近あんまりないですよね。みんな ETC なんで、まあカード使ってない人は昔ながらの現金と通行券で生産してると思うんですけど、 ETC 使ってる僕としては久しぶりの現金生産です。狭山縦貫有料道路 1.0km、 これ、ね、普通車が150円かかります。すみません、マスクしてるのでちょっと声が聞き取れないかもしれないんですけど、聞き取りにくいかと思うんですけど、ご了承ください。まあ、普段あまり喋らないんですけどね、まあ、たまには。別の動画で何を頼んだか出してるんですけど、安くてとても美味しいと思います。あそこに料金所が見えますね。相当遠回りすることになっちゃうのかな。あまりここら辺の地理に詳しくないのでよくわからないんですけど、なんで僕はここしか知らないので毎回ここでお金を払って通行します。なのでこうやってお金を用意して通行します。ご注意いただきます。200円お預かりです。50円のお返しです。ありがとうございました。最近現金で従事する料金所って、僕が通るとすると、松陽新道か横須賀の本庄山中道路くらいですかね。あそこ ETC になったのかな。そのくらいです。この橋を渡るともう住宅街で普通にもう交差点とかあるので、もう本当にもうこの橋が、まあ実質有料区間なのかな。
まあ、標識はずっとこの先国道16号と交差する交差点の先で終点って出てるんですけど、ここら辺自由にもう交差点曲がれますよね。なんで実質橋渡るのに150円払いなさいっていうことでしょうね。さっきシステマのヘッドライトをケアしたんですけど、最近買ったクリーナー剤がかなり効果いいんですよ。それでやっぱりなんとなく黄色くなってて、そこがずっとなんとなく引っかかってた点でもあったんですね、ステマに関して。そこが、完璧にはまだ落ちてないんですけど、繰り返し黄色く変色した部分を取っていって、どこまで綺麗になっていくかっていうのが今後楽しみでいます。車買い替えとかいろいろ動画出してきましたけど、ステマに特に不満な部分ってないんです。調子もいいし、使い勝手も僕的には気に入ってます、ね、まだまだ綺麗だし、まだまだ乗れると思います。ただヘッドライトに関してはずっと引っかかってたんで、あそこを交換するとなるとかなりの費用がかかります。でそう考えるとやっぱりね、コート剤とかそういうので少しでもケアできたらなと思って、いろんなものを買って試してみたんですけど、ここに来てかなり効果が出る用品を購入できたので、根気よくやってきて、どんどん綺麗になっていけばいいなと思います。どうもレクサス、今の車のどんなに新しい車を買ってもヘッドライトの材質が今の材質、小糸製作所が主に作ってると思うんですけど、どうしても紫外線で表面がコーティング剤が取れて黄色く変色してきてしまうそうです。それはどうしても防げないので、どんなに高いいい車を買ってもやはりそうなってしまう。僕は研磨してクリア塗装するっていうのも考えてたんですけど、そうすればいいじゃんと思ってですね。で今回購入したクリア剤でどこまで綺麗になっていくかっていうのはとても楽しみでいます。おお、サーマルセルシオですね。これは新型のハリアーですね。もう納車してるんですね。で今日はこの先で後輩と待ち合わせしています。ちょっといろいろと共通する趣味を持ってるので、定期的に僕もはるばるここまでやってきて、いろいろ交流親睦を深めてます。じゃあ今日は